6月一日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は好き嫌いがなく社交性が高い。短所は一般常識と機械に疎い。誕生石はアレキサンドライトサファイア、正義の石。運命数は7。誕生カラーは藍色。芸能界ではつまみ枝豆さん、坂上忍さん、夏川由衣さん、ヒロさん、玉木奈美さん、本田美優さん、甘露寺光さん、千早ふる綾瀬千早さん、マリリン・モンローさん、村川理恵さんです。誕生花はクレマチス。花言葉は策略。あまりいい意味で使われませんが、自分の思い通りに物事が進むと気持ちいいです。私の友達は策略で玉の輿に乗りました。またです。6月2日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は知識と思いやりが深い。短所は涙もろいところ。誕生石はアンバー、長寿の石。運命数は8。誕生カラーは緑。芸能界では平泉成さん、又吉直樹さん、ゴーセルさん、ミライッチさん、沢城みゆきさん、斉藤彩香さん、伊原立花さん、新宮寺和馬さん、三沢明美さんです。誕生花はニーレンベルギア。花言葉は平和。私は麻雀を5年やっています。麻雀では平和と書いてピンフという役があります。どんな役かは分かりません。またです。6月3日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所はユーモアがあり、スポーツ万能。短所は秋っぽく動物が苦手。誕生石はイエローゴールド、旧姓の石。運命数は9。誕生カラーは紫。芸能界では唐沢俊明さん、長澤まさみさん、三浦翔平さん、武田邦彦さん、亀田誠二さん、福士誠二さん、森直美さん、半恵美さん、エイトさん、平尾七香さんです。誕生花はクローバー。花言葉は幸運。純烈ライブの3列目に座れる幸運。地が治った幸運。皆さんの幸運は何ですか？またです。6月4日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は沈着冷静で人のために行動できる。短所は精神的ダメージに弱い。誕生石はオドントライト、工房の石。運命数は1。誕生カラーは緑。芸能界ではあずさみちおさん、泉元也さん、半田健二さん、玉井しおりさん、江口俊夫さん、グローバーさん、中村愛さん、ファーストサマーウイカさん、久保武房さんです。誕生花は松葉菊。花言葉は忍耐。耐え難きを耐え、忍び難きを忍び。あれから76年、その分好きなことやってます。またです。6月5日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は頭の回転が速く、好奇心旺盛。短所は浮気心がたまにある。誕生石はアレキサンドライト、秘めた思いの石。運命数は11。誕生カラーは藍色。芸能界ではガッツ市松さん、ダンフミさん、アン・ルイスさん、中本健さん、東千鶴さん、春康子さん、中島明子さん、畑陽子さん、大河内奈々子さん、鴨俊さんです。誕生花は知らん。花言葉は変わらぬ愛。知らんという花があることを知らんかった。わかりましたか？説明しましょうか？わかった人はお笑いのプロ。またです。6月6日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は親しみやすく人情がある。短所はオンとオフの切り替えが苦手。誕生石はトルマリネイテッドクォーツ、希望の石。運命数は3。誕生カラーは藍色。
芸能界では中尾美恵さん、豊本明永さん、小峠英二さん、斉藤祐樹さん、高橋幸宏さん、ドヒポンタさん、宮崎大輔さん、キムヒョンジュンさん、斉藤祐樹さんです。誕生花はスターチス、花言葉は戸田への記憶。昔のことは昨日のように覚えとるけど、つい昨日のことさえことはさっぱり思い出せん。そんなの関係ねえ。またです。6月7日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は物覚えがよく行動力がある。短所は注意力が散漫で変色をする。誕生石はピンクパール、繁栄の石、運命数は4、誕生カラーは藍色。芸能界では岸辺史郎さん、手塚さとみさん、穴井優子さん、ジョジョの荒木博彦さん、井上二郎さん、穴井優子さん、米沢香織さん、塩谷俊さんです。誕生花はカルセオラリア、花言葉はふくよか。皆さん痩せたいと言いますが、ちょっとだけふくよかの方が可愛いです。女性は体重70キロで。またです。6月8日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所はチャレンジ精神と倒立力が高い。短所は空気が読めない時がある。誕生石はアクアマリン、聡明の石、運命数は5、誕生カラーは青。芸能界では森尾由美さん、三村正和さん、テルさん、アントキの猪木さん、中村ひとみさん、レーザーラモン RG さん、松本クラブさん、宮野守さん、小関裕太さんです。誕生花はレースフラワー、花言葉は感謝。感謝感激雨あられ。生まれたことに感謝。ニート息子を産んだことに後悔。またです。6月9日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は理想が高く同性からも好かれる。短所は劣等感を持つことがある。誕生石はバロックパール、芸術性の石、運命数は6、誕生カラーは緑。芸能界ではジョニー・デップさん、薬師丸ひろ子さん、内田恭子さん、国中涼子さん、堀越真美さん、マイケル・J・フォックスさん、小西美穂アナ、熊切あさみさん、大久保嘉人さんです。誕生花はゴゼチア、花言葉はお慕いします。あんた好きよよりもお慕いしておりますの方が効果あり。私も最近言いました。じゃあ肩を押してくださいと言われました。またです。6月10日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は話術が巧みで上昇志向。短所は勘違いに気づかない濁点化。誕生石はクリスタルクォーツ、完璧の石、運命数は7、誕生カラーは赤。芸能界では大神泉さん、伊藤麻子さん、松たか子さん、山田花子さん、井上涼さん、本橋麻里さん、木崎ジェシカさん、一力涼さんです。誕生花はラベンダー、花言葉は清潔。清潔なベランダは見ていて気持ちいいです。いや、ラベンダーやろ言うとりますけど、またです。ありがとう。6月11日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は運動神経はよく多芸多彩。短所は漢字が苦手。誕生石はホワイトカラー、ホワイトラブラードライト、直感力の石、運命数は8、誕生カラーは赤。芸能界では沢口康子さん、チェジウさん、山口萌さん、ムーディー達山さん、新垣結衣さん、佐々木彩香さん、北村孝子さん、関戸千彦さん、寺島淳二アナ、津田健次郎さんです。誕生花は学アジサイ、花言葉は謙虚。世界中の人が謙虚に生きていれば戦争など起こりません。大統領聞いてますか。6月12日生まれの方、
方、お誕生日おめでとうございます。長所は健康的で適応力が高い。短所は調子に乗って失敗する。誕生石はマベパール。長寿の石、運命数は9。誕生カラーは緑。芸能界では松井秀喜さん、釈由美子さん、宮本浩司さん、佐藤紗也さん、宮瀬真由子アナ、チックコリアさん、中村彩さん、丸高真美さん、森田寛路さんです。誕生花はベロペロネ。花言葉は思いがけない出会い。ドキドキしますね。道端でスターに会った時、もっとドキドキするのは元彼に会った時。70年ぶりなのにね。またです。6月13日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は持続力が高く嘘をつかない。短所はないものねだりをする。誕生石はウンバライト、内気の石。運命数は1。誕生カラーは橙色。芸能界では山田邦子さん、森口博子さん、河合美智子さん、乾きみこさん、本田圭佑さん、柘恵美アナ、桜井貴弘さん、山本隆明アナ、生田竜星アナ、世界の伊調香織さんです。誕生花は口なし。花言葉はとても幸せ。お口なしの白い花、丘の上口なしの花が。そんな感じです。またです。6月14日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は知性にあふれる発想力がある。短所は他力本願で結果主義。誕生石はエメラルド、愛情の石。運命数は11。誕生カラーは赤。芸能界では大塚ねねさん、前田健さん、溝端淳平さん、中川大志さん、川端康成さん、宮内博さん、永井美奈子アナ、川野佳子アナ、関根あずささんです。誕生花はブーゲンビリア。花言葉は魅力。あなたにはいくつも魅力があります。今日はそれを数えてみてみませんか。私は108つでした。またです。6月15日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は芸術センスと正義感が強い。短所は恋愛が泥沼化する可能性あり。誕生石はレッドタイガーアイ、やる気の石。運命数は3。誕生カラーは赤。芸能界では伊藤史郎さん、細川隆さん、岩崎宏美さん、ラッシャー板前さん、大林素子さん、三村さん、上田桃子さん、斉藤清六さん、春康子さん、上田裕二さん、ちゃん河合さんです。誕生花は紫陽花。花言葉は乙女の愛。恋する乙女はとても綺麗です。あ、乙女の定義は5歳以上90歳以下です。こんにちは、乙女です。またです。6月16日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は独立精神に富み敵を作らない。短所は覇気がなく我慢が苦手。誕生石はブルーポパール、運の石。運命数は4。誕生カラーは黄色。芸能界では香港さん、U字工事、益子さん、山本慎也監督、チャーさん、淀司さん、森かすみさん、張本美和ちゃん、山崎愛さん、斉藤初音アナです。誕生花はカンパニューラ。花言葉は感謝。何にでもありがとうと言うだけでこっちも向こうも幸せになれます。私はうんこにも言います。またです。6月17日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は豊富なアイデアを考え実行できる。短所は
感情がすぐ表に出る。誕生石はアメジスト、誠実の石。運命数は5。誕生カラーは緑。芸能界では今、黒岩さん、翔小杉さん、麻生久美子さん、二宮和也さん、ABCD 五関さん、辻のぞみさん、春さん、鈴木福さん、金井勝子さん、山寺宏一さんです。誕生花は紅花、花言葉は特別な人。何を言われても腹が立たない。逆にいじられて嬉しい人は特別です。いや、それ芸人やないかい。またです。6月18日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は頭の回転が速く気遣いがうまい。短所は食べ物の好き嫌いが激しい。誕生石はゴールドナゲット、野望の石。運命数は6。誕生カラーは緑。芸能界ではフット後藤さん、細川直美さん、岡本玲さん、ポール・マッカートニーさん、タージンさん、相田桃さん、小林由美子さん、後藤梨沙さん、阿部佳代子アナです。誕生花は詐欺草、花言葉は夢で思う。知らない人からの電話や訪問でお金に関わる話をされたら、必ず全て 100% 詐欺やから無視してね。お願いします。またです。6月19日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は人を楽しませる、人の欠点に寛容。短所は計画性と集中力に欠ける。誕生石はサファイア、成功の石。運命数は7。誕生カラーは橙色。芸能界では張本勲さん、山下喜助さん、温水洋一さん、かばちゃんさん、中澤優子さん、宮里愛さん、広瀬すずさん、太宰治さん、小沢仁志さん、大山加奈さんです。誕生マナはアリウム、花言葉は円満な人柄。夫婦円満、家庭円満、地獄の円満。健康で長生きしたかったら笑ってください。6月20日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は思いやりがあり貯蓄がうまい。短所は口下手で表舞台に立たない。誕生石はフローライト、発想力の石。運命数は8。誕生カラーは橙色。芸能界では石坂浩二さん、河合園子さん、桐生院翔さん、相武咲さん、マリエさん、明治さん、一流斎定優さん、大坪千夏アナ、内野大輔アナ、山形純奈アナです。誕生花は乙女義郷、花言葉は大切な人。うちの兄と母が大切と言います。でも言葉が抜けています。母の年金が大切。うっせえわ、出ていけ。またです。6月21日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は頭がよく裏表がない。短所は素直だが遠慮がない。誕生石はサーペンタイン、安全の石。運命数は9。誕生カラーは紫。芸能界では永山、愛子さん、鈴木博道さん、隅田優子さん、長谷川初則さん、大木響さん、松本伊代さん、高木玲美さん、徳良俊一さん、関明夫さん、西川貴博さんです。誕生花はアゲラタム、花言葉は幸せになる。みんな幸せになればええ。ただし悪いことをしたやつは不幸になれ。私を基準にしてください。ハードル低く。またです。6月22日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は美的センスと観察力がある。短所は立ち直りが遅い。誕生石はサンストーン、勇気の石。運命数は1。誕生カラーは藍色。芸能界では阿部寛さん、斉藤和義さん、玉袋筋太郎さん、西山菊江アナ、
加藤ローサさん、加藤ミリアさん、平成伊能くん、笹野隆さん、シンディーローパさんです。誕生花はアマリリス、花言葉は輝く美しさ、可愛いは作れますが美人も作れますね。それがお化粧と衣装です。どんどん綺麗になりましょう、男もね。またです。6月23日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は真面目で思いやりがある。短所は騙されやすいところ。誕生石はアニョライト、愛の表現の石。運命数は11。誕生カラーは赤。芸能界では高田水江さん、南野陽子さん、芦田愛菜さん、小山薫堂さん、宍戸カフカさん、竹達彩菜さん、本並健二さん、双葉百合子さんです。誕生花は笹百合、花言葉は上品。上品に見えるの見せる一番簡単な方法は、言葉の後ろにザマスをつけることです。半額弁当を買うザマス。またです。6月24日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は情熱的で探求心がある。短所は他人の意見に流されやすい。誕生石はウォーターオパール、希望の石。運命数は3。誕生カラーは黄色。芸能界では清水圭さん、野々村誠さん、八木亜希子さん、中村俊介さん、リオネルメッシさん、北原理恵さん、清水圭さん、六角誠二さん、中山浩太さん、多田成美さんです。誕生花はバーベナ、花言葉は魔力。プラチナ世代の皆様は全員美魔女です。ぜひ美魔女軍団巣鴨48を作りましょう。またです。6月25日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は好奇心と忍耐力がある。短所は出現してしまうとところがある。誕生石はマラカイト、魔除けの石。運命数は4。誕生カラーは紫。芸能界では沢田研二さん、松井和代さん、松浦彩さん、キスマイ藤ヶ谷くん、本宮博さん、高田文夫さん、中条聖子さん、平手友梨奈さん、相川欽也さんです。誕生花は昼顔、花言葉は絆。昼顔は不倫ドラマの金字塔です。 花言葉が絆というのはもはやギャグ。昼顔でいきましょう。またです。6月26日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所はロマンテストでフットワークが軽い。短所は諦めが早い。誕生石はスペシャルタイトカーガーネット、情熱の石。運命数は5。誕生カラーは藍色。芸能界ではドクター中松さん、具志堅用子さん、住光雄さん、道端カレンさん、ジェリー藤尾さん、島谷隆さん、花江夏樹さん、田坂美里さんです。誕生花はグロリオサ、花言葉は天文。天から与えられた才能。私は何だろうとずっと考えています。未だに分かりません。またです。6月27日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は合理的で計画性がある。短所は秘密主義で他人に頼らない。誕生石はトルマリン、友情の石。運命数は6。誕生カラーは緑。芸能界では伊藤勝信さん、渡辺真理さん、吉田圭さん、優香さん、小坂由香さん、本田翼さん、久里美恵子アナ、徳田総一郎さん、張本智和さんです。あら、誕生花はアガパンサス、花言葉は恋の季節。忘れられないのあの人が主義よよ。 JK 言葉で歌ってみました。かわいい。またです。
6月28日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は努力家で誰とも仲良くなれる。短所は言いたいことをはっきり言えない。誕生石はブルージルコン、功績の成功の石。運命数は7。誕生カラーは藍色。芸能界では、長峰由紀さん、中村あゆみさん、藤原紀香さん、水野美紀さん、菊池幸男さん、遠藤健一さん、ネゴシックスさん、浜田岳さん、小原好美さんです。誕生花はツルハナナス。花言葉は真実。真実の割合、男の真実は 50%、 女の真実は 30%、 政治の真実は 20% ぐらい。またです。6月29日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は行動力がある、人を楽しませる。短所は自分勝手なところがある。誕生石はジャスパー、聡明の石。運命数は8。誕生カラーは紫。芸能界では、野村克也さん、倍賞千恵子さん、清水明さん、プリンセス天功さん、清水よしこさん、パパイヤ鈴木さん、橋本徹さん、松本忍さん、井川遥さん、中田カウス師匠です。誕生花はジャーマンアイリス。花言葉は豊満。テックタックは豊満な美女の花盛り。次に来るのは豊満熟女。体重38キロ。頑張りまーす。のたです。6月30日生まれの方、お誕生日おめでとうございます。長所は芯が強く独自の世界観がある。短所は物事にあまり感動しない。誕生石がキャッツアイ、直感力の石。運命数は9。誕生カラーは青。芸能界では、カホさん、奥平哲子さん、マイク・タイソンさん、中尾明義さん、皆川玲奈アナ、古田愛理さん、梶原明人さん、横田真由さんです。シュルチュルするときは、あれ、ね、腹腔鏡手術というか麻酔薬なかった。1年間ありがとう。間違いだらけの、見ていただいてありがとうございました。全部 YouTube に載せたよ。ありがとう。